こんにちは、ハイジーです。というわけで、これまでも私、日本最北の村サルフツ村さんのふるさと納税を利用することによって、超大粒のホタテやホタテ料理、まろやかすぎる牛乳やバター、そしてふわふわな特上食パンなどを堪能してきたわけでございますが、この度サルフツ村さんのふるさと納税の返礼品の中に新たなものが加わったということで、堪能してみようのコーナーでございます。それがこちらでございます。ティディーン、ティディーン、ドンドン、サルフツホタテバターカレー五島軒×北竜丸の4箱セットでございます。北海道サルフツ村さんの肉厚で濃厚な旨味あふれるホタテを独自のハーフボイル製法と深いコクのサルフツバターで丁寧に仕上げ、函館の老舗洋食館五島軒のカレーと合わせた贅沢なカレーって書いてあるんですよ。この文章だけでお腹空いちゃうパターンのやつですよね。出していきますと、このようにお店のイラストがプリントされていまして、ネット熱湯で3から5分ですって。間を取って4分やるタイプ。ちなみにこちらは1万円の寄付で選択できる返礼品です。この他にもカレーとサルフツバターがセットになった返礼品もあります。ホタテバターカレーさんが入られる楽屋はしっかり作っておきましたから、早速呼び込んでいきましょう。ホタテバターカレーさん入られます。はいはいはい、あーあーはい、あーあーはい、あーあーあー、ポコポコ今すごいのが2回来たね。ポコポコというよりもドシンドシン来たくらいのでっかいホタテがこんなに入ってるってことあんの。パッケージのシンプルな色使いからの大胆なゴロゴロホタテ、クラスでは普段優等生タイプかなと思わせといて、私服結構大胆だったみたいなパターンのやつ、現物見ちゃったらお腹のつき具合変わってきますよね。いただきます。ほらほら、ここだから、この肉厚さ加減ですから、これとこっちにも主的なホタテもこのようにぐわっと入ってます。このゴロゴロ2粒半端じゃないね。逆にまずは自分をじらす意味でもホタテなしの部分からこうすくって、うん、あ、これはもうね、なくてもホタテだ。直接ホタテ食べてるわけじゃないのに、口の中いっぱいにホタテが広がる。試合に出てなくてもそのイズムが試合全体に行き渡っていった当時のジュビロ磐田のドゥンガみたいな存在じゃん。いよいよホタテさん、ちょっとこれ大きいからさ、ご飯と一緒に食べられるのかどうかも不安になるくらいですけれども、ほらほら、ゴロゴロよ。うわー、すごい迫力。これ一気にいけます。これは美味しい。何このカレー、ちょっとそこら辺のとは桁外れだよね。このバターの風味の効いたホタテが口の中での存在感がとにかくすごくて、ご飯が先になくなってホタテがまだ残るのよ。でその残ったホタテがもったいないからまだご飯食べちゃうっていう、1個のホタテでご飯何回かこうやっておかわりしちゃうくらいのホタテで、ちょっとピリ辛でコクと深みがあるこのカレーもサルフツバターが使われているからこそこの味になっているんでしょうね。バターがホタテとカレーをさらに仲良しにしてるんでしょうね。おいしい、たまんないね。ホタテがない部分食べてもホタテなんだもん。だってスプーンですくいきれないくらいにさ、このスター感覚でひらひらもついてくるから、でこうきまして、ご飯の上にポンと置きまして、こうすくい上げてみましたら、あれ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 、これちょっと待って、寿司っぽくない？あ、これ寿司だ、これ寿司じゃん。寿司を食う、お寿司美味しいね。ごちそうさまでした。というわけで、最後の一口までホタテを存分に堪能できるホタテでした、カレーでした。で今は口の中にほのかな辛さが残っています。今回食べましたこちらのサルフツホタテバターカレーやふるさと納税に関しましては、下の説明欄の方に詳しく載せてありますので、チェックしてみてください。今回びっくりしたのはホタテって、やっぱ食感もそうなんですけれども、やっぱりあの風味とかも食べるときにすごく大事だったりするもんだと思うんですけれども、それがカレーの中に入って消えないのよ。強烈な個性の中に飛び込んでもちゃんと自分を持ってるっていう、だからしっかりと柱があるってことですかね、ホタテだけに。うん。